もう、うわ、面白そう、これは本当に全くない、なんか空気が曇ってきました、カメラが。あ、ちょっと待ってよ、これでっかいテラピアが一匹いった。これやっぱり水が高いから、こっちも大事にしましょう。温泉地みたいじゃないですか。加藤チャンネル、加藤ちゃん、始めます。今日は名古屋市を流れる荒子川に来てます。どこにでもね、ありそうな川なんですけどね、一見こう見てね、実は暖かい水が流れていることで川の水温が比較的暖かいんです。それは冬暖かいということで、冬を越えることができないような熱帯性の生き物たちがこの川で、暮らしています。この川では過去にアロワナとかピラニアとか、そういった暖かい国に住む生き物たちが捕獲されていたりするんですよ。まあ、そういった生き物たち、いるかどうかも含めちょっと調べたいなと思います。この川は工場の、ね、排水が流れていて少し暖かいですよね。なので、日本の冬を越えられないような生き物たちもこの川では越えてしまう。どんぐらい違うんですか、ね、水温。暖かい水っていうのですね。まあ大体一般的に熱帯の生き物が冬を越えられる水温っていうのは15度ぐらいですかね。それ以下になると熱帯性の生き物は冬を越えることできないんですけどね。行ってみましょうか。はい、小魚たちいますね。ほら、オイカワいますね。在来種のオイカワたちが泳いでいて、比較的あの水の流れの、ね、あるところ、水のきれいなところに暮らしてます。きれいですね。そうですね、透明度も高くて、ね、この都市を、ね、流れる川にしては意外ときれいですよね。あ、な、うん、ちょっと生ぬるいですよね。11月ですよ。11月といったらもう水温は11度2度ですけどね。ちょっと入れてみますよ、水温。あ、上がってきますね。まだ21度ありますよ。21度、11月で21度。今日曇りなんですけどね、こんなに暖かいですよ。これだと熱帯性の生き物は冬を越えてしまいますね。15度以下になれば大体多くの、例えばアロワナとかピラニアなんかも生息できないんですけどね。11月で22度ありますから、これが1月2月でどのくらいまで水温が下がるかですけれども、今のところ、熱帯性の生き物はどの水生生物も22度だったら住むことできますね。あ、でもね、カデハシがいます。え、北米原産のカデハシ、あの辺り水面に1センチぐらい、1.5センチ、2センチのちっちゃいものが泳いでますよね。はい、水面、ほら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 。まあ、どこにでもいますね。これ北アメリカ原産なので、ある程度寒い地域でも暮らすことができます。そうそう。で、そもそもね、ここにある植物もウォーターコインと呼ばれて、園芸品種で売られている。園芸屋さんでも売られている外来種。これも北アメリカ原産。植物も北アメリカ原産。魚も北アメリカ原産。じゃあこのカデハシどうやって取るかというと、まあこのバケツでね、汲み取る感じです。愛知県は1センチの目のもの、1センチ以下のものは使えないんですよね。
なので市販されている玉網で魚を捕まえるっていうことが禁止されてます。こういった内水面ね、公共の場所なので水を吸い込むようにバケツを使ってください。ダメなパターンはこうやってそーっと追いかけていくパターンですね。これはほら見てください、中に入った水が外に出てますよね。ほら、だから魚にとっては行き止まりっていうもの危険だ。なので捕まえるときにはバケツをこう沈めるんですよ。沈めたときに水をこうこれですね、このね水が中に吸い込まれる力を使って生き物とります。だからこれを応用してこういうところですね、隠れてるからこうやって取るんです。そうするとほらほらもうすごい取れた。ほらえほらあなんかいっぱいいますね。メダカ一見メダカする。これ全部片足ですよ。バケツ一すくいで、これ私はあの生きた状態で運べるように許可は得てるんですけども、一般的にはこれは許可なんか運べないですよ。そうですね、そう特定外来生物に指定されているので、これはメダカだと思って持って帰ってしまうとちょっと犯罪になってしまうという。そうそう、以前ね動画でも紹介しましたね。実際にね、捕まえて移動したり飼育するとまあ100万以下ぐらいのね罰金にはね、うん、なりますので気をつけてください。まあ、北アメリカは寒い、ね、地域でもあるので、日本に侵入すると、ね、野外で繁殖しちゃう生き物たち多いですけどね。ただ、日本のメダカよりも寒い環境苦手なんですよ。メダカは比較的寒い、ね、氷が張るようなところでも暮らしていけるんですけども、このカダヤシは水温があったかい方が冬を越しやすい。なので、この川はね、結構住みやすいんじゃないでしょうかね。エビですね。エビ、はい、エビいますよね、うん、大きな、おおでかいな、ほらほらスジエビなんかも。なのでタモアミがなくても捕まえることはできます。タモアミでも使えないようにしてるっていうのは意味があるっちゃう、うん、あそうなんです。あの1センチ以下の小さな小魚たちを、まあ、漁業資源を守るために愛知県では1センチ以上の網目のタモではないと使えない、ね、このぐらいね子供たちがね取って遊ぶぐらいにはね、バケツでも別に問題はないんだけども、うん、乱獲を防ぐためです、はいはい、水産資源を守るためみんなの、ね、資源ですから。これはね沼エビです。これ在来種ですね。沼エビ、あとほら一つ食いで、ね、こんなにエビの仲間が取れましたね。どうでしょうか、パッと見て何エビか分かります？これ難しいんですよ。今度ね全力紹介、詳しくエビの仲間を紹介しますから。ちなみに今いると、うん、今いるのが、大きいのがスジエビ、立派ですね、うん、スジエビの特徴は手が細くて小さいですよね。で、この背中が折れているように見えますね。ほらほらね、それからちょっと小さいからスジエビに見えちゃうんだけども、ここにいるちょっと手の長いもの、これは手長エビです。まだ若いですけどね。手長エビでも体の横に M というような模様があるので南手長エビ、はい、筋がこんな感じでありますね。あとこの小さなものは沼エビの仲間ですね。まあ、これらは何を食べるんですか？小さな水生昆虫を食べたりしますね、はい、あとは植物を食べたり、まあ、いろいろ雑食で食べますので。これらを食べる魚、これらを食べる魚は例えば肉食性の魚、ちっちゃなものはヨシノボリが食べたり、あとはウナギなんかも食べますから、このエビが数多く生息するとウナギが喜ぶかもしれませんね。こういった生き物たちが例えば外来種の、ね、生き物たちにどんどん食べられていなくなると、ブルーギルとか、ね、ブラックバス、そうなると川の環境は悪くなります。そもそも生き物いなくなりますからね、
はい、あ、ほら、言いましたね。そこに群れている10センチぐらいの大きさの魚。あ、いますね、いますね。なんだと思います？ティラピアですね。船っぽいですねって。あ、船っぽい。船ではないですよね。船じゃないんです。あ、この魚はテラピア、ナイルテラピアと言います。あ、ナイルってアフリカですよ。ナイル川に住んでいる魚がこのアラコ川で繁殖しちゃってるんですよ。沖縄の川とかでね、いますね。温暖な沖縄の川にいますよね。だからもうこのアラコ川は名古屋のナイル川と呼ばれています。どっかの番組で聞きましたね。うん、そうですね。 何かいい例えできるかなと思ったんだけどできなかったですね。あれ、なんかもぐもぐしてません？あ、今ね、水草を食べてます。あ、植物質を食べるので、ほら見てください、はい、周りにある植物ですね、はいはい、なるほど。例えばね、日本在来のクロモとか、はい、ね、そういった植物も食べられてしまうので、ちょっとテラピアね、いるのは良くないこと。もともとね、アフリカの生き物ですしね。ナイルテラピアは植物を食べますけれども、小さな頃は小動物、小さな水生昆虫を食べます。あれ全部あれですか？あ、これ全部ですよ。そこにいる 2,30 匹全部ナイルテラピア。縦島、はい、繁殖してます。あの大きいのはもう大人です。あ、大人、どんぐらい大きさから大人なんですか？だいたい10センチ10センチ、はい、ですね。早いものだとね、3ヶ月でも大人になると言われてますから、これは大繁殖ですね。もっと大きなものいるはずですけどね。一度に2000とか卵産みますから。 2000？ こんな大きなものはね。そうですね、1960年代ですね、日本に持ち込まれて、それが食利用できないかと繁殖試みたわけですね。泉台として、流通を試みたんですけども、なかなかね、この海に囲まれた日本ね、海の魚を好んで食べる傾向があるので、こういった淡水の魚がなかなかね、受け入れられなかったですね。ちょっと臭みもあるみたいで。なので、あの沈んでるやつも海外からのやつですね。あれダイソンじゃないですか。ダイソンまでこの川入り込んでるんですね。扱い方の問題ですよね。外来種も一緒です、ね、管理の問題。ちゃんとね、管理していればいいけど、離されて増えていますから、ダメですよ、いらないものを全部捨てちゃうね、もうナイルテラピアが、はい、今も生息しているということがもう確かめられましたから、この川、どこにどのくらい数がいるのか、どんな水温に好んで暮らしているのか、しっかり調べて、どんな生き物がいるのか、そしてこの川の環境をね、明らかにしていこうと思います。頑張ります。だらけだ。あ、あれブラックバスもいる。そこに。はい。そう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 。はい。子供。はい、若いですね。来年にはもう繁殖します。だいたい2年経てばブラックバスは繁殖しますから、大人になって。若い。だからでかいのがどっかにいるはずです。だいぶ広くなりましたね。広くなりましたね、川幅がね。川幅が広くて水深が深い方が大きな魚がいます、はい、でこの辺りパッと見砂砂泥なので、はい、繁殖は多分この辺りですよ。
テラピアもブラックバスも砂地砂泥がいいんだ。あ、すっげえでかい。何あれ。え、テラピアの群れ。群れ30センチぐらいもいっぱいいる。ほら、そこ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 よく見えますね。ちょ、もうちょっと反射で全然見えないですね。待って待って待って、もうそこ下から上を追ってきゃいいですよ。あの下から行きます。雨も降ってきたから一回暗渠やって橋の下行って、あのでかいの取りましょう。そこです。そうです。あ、ここ暗いところです。これは大丈夫なんですね。あ、はい、そうです。ほらね、2センチ以上ありますからね。このタモで魚を捕獲します。いや結構ギリギリですね。ギリギリですね。しまった、足の長さが足りなかったしまった、この中行きたいのにな。こういうところはやっぱり 何人いるんですか。暗渠というか暗いところは落ち着きますね、はい、上から敵に襲われないので。なるほど。おっと、あれ深いんじゃないかな。じゃああの橋の下行きましょう。狙いはもうあそこの橋の下ですか、はい、そこで降りればよかったけど、そうですね、しょうがない。行きましょう。行きましょう。もういたら見つけたら捕まえちゃいますからね。もちろん別に遠慮なくあれ深いかな。あれだってこっからまた下がってるし、ちょっと 水野さん先行ってくださいよいやでも俺、僕もカバンがあるんですよ。これどうする。これ、釣れた。あ、はい、こっち側歩いてきます。ここいいですよ。ここ取れる。おい、ほら泥じゃなく砂。さっきの20匹ぐらいの群れが上に行ってるんですよ。それを抑えられると。いました群れ。いや、じゃあ入っちゃったかな。入るようにはいないですね。はい、やば深っ一気になんかふかふかになりますね。そうそうそう、ちょっと潜るんですよね。この辺りの砂泥が繁殖にちょうどいいんですよ、魚たちの。さっきね、群れで来たんですよね。あ、戻りました。中にかなりいます。見えないだが。出た。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今引き上げるのはちょっと遅かったので、深さがあるから、タモに入ってから引き上げるまでに時間かかっちゃうと逃げちゃうんですよね。ぶつかって引っ返しちゃうので。いやーでかいの無理か。お、あーでかいの隠れてるここに。あ、こっちだこっちだ。
かいの取っちゃう。あ、ほらほら。2匹。これクサガメ、オスですね。これ中国から持ち込まれたガレージですね。真っ黒ですもんね。クサガメはオスは骨化するんですよ。ないですね。オスとメスによってもう、ね、形が変わる、そんな生き物です。あともう一匹が赤耳ガメ、下ねでっかいメスが、ほらほら。いやまだね水温あったかいから動きますね、活発に。もう今そう15度以下になってるので、大体のところがじっとして動かないですよね。やっぱり水温あったかいとそれなりに活動期間っていうのも長くなりますね。これは外来生物さんで持ち帰ります。作戦はこういう時の作戦はどうやってるんですか？挟む、挟むですね。基本タモを置いて私が前に、そうすると魚たちが私を避けようとしてこの隙間を通って逃げるんですね。その時にタモに入れると。タモで自分から取りに行くわけじゃないですよ、誘導しちゃう。そうなので、できるだけ私とタモの距離は大きく取ります。そうですね、この壁をうまく使って逃げられないように。お、入った入った入った、ほら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 、テラピア入りました。入った入った、やっぱ一発でうまいですね、やっぱ先生。うん、まあタモのおかげでもあるんですけどね。これテラピアのメス、お腹大きいですよね。もうこれで大人です。繁殖するんですよ。メス、メス、あ、オスメス違うんですか、見た目は。オスはもうちょっとね、青赤っぽい色が強いですね。フェナロテラピアの特徴、この尻尾のあのしましま、入ってますね、よく見たら。あとは体に、1,2,3,4,5,6,7,8 本ぐらい黒い帯の模様がありますね。グループとしてはシュクリッド、アフリカにね広く分布しています。もちろん南米にもいますけれども、暖かい沖縄などでは、私も今まで紹介してきましたけどもね、本州ね、しかも名古屋ですよ。テラピアが川に泳いでるんですよ。もうめっちゃ住宅地です、ね、はい、知らない方も、ね、多いんじゃないかなと思いますが、船見てないですもんね。あの橋の下怪しいですね。いろんな生き物潜んでそうですよ。あ、それ全部全部テラピアだ。うわ、テラピアだ。全部どう取るか。どんどん逃げちゃいます。早い。これも入んないか。早いですよね。ね、ここもどう狙うか。まだあの辺にいますよ。逃げたか。いや、早いんですよ、やっぱ。あ、ごめんなさい、抜けますね。テラピアは側線ってものは2本あるんですよ。水流か。そうですね、水流感知するような側線が2本あるので、タモが置いてあるっていうことに気づくんですよね。普通のお魚は1本1本ですね。
なのですごい敏感なことですよね。そうなんですよ、早いですよね。なのでタモよりも定置網とかを使った方がいいかもしれませんね。ちょっと怪しいところあるじゃないですか。ちょっと暗渠、暗いところ。これはこれで全く怖い。なんか空気が。ちょっと待って、これ。でっかいテラピアが一匹いった。